福山下毛が橋運動公園福山下毛が橋運動公園陸上競技場1981年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成福山下毛が橋運動公園陸上競技場は広島県福山市の福山下毛が橋運動公園にある陸上競技場である福山市が所有し 公益財団法人福山市スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。1978年会場。福山市の陸上競技のメイン会場として使われ、毎年、福山、マラソンなどが開催されている。また、フィールドはサッカー会場としても利用され、天皇杯 JFA、全日本サッカー選手権大会や中国、 サッカーリーグの公式戦が開催されている。過去には、1994年アジア大会、女子サッカー競技が行われ、また1994年の J リーグで9月21日にサンフレッチェ広島対ガンバ大阪戦が開催された。2020年4月1日より、福山市に本社を置く、福山通運がネーミングライツを取得。愛称を、福山通運。 ローズスタジアムとした。契約は2025年3月までの5年間で、契約料は年間600万円。広島県福山市の施設命名券、福山通運とエブリー。日本経済新聞。2021年1月8日閲覧。ありがとうございます。